週末公開のおすすめ映画をご紹介、クランクインウィークリーピックアップムービー。今回のナレーションを務めます声優の山田結菜です。私は笑って泣ける映画が大好きです。それでは6月24日公開のおすすめ映画をピックアップしていきましょう。まずはムロツヨシ、岸井ゆきの出演、神は見返りを求める。ゆりちゃんです。今日はやばいでしょあの子。人気が欲しい底辺 YouTuber ゆりちゃんは大丈夫、神に出会った。はい、回します。イベント会社に勤める主人公タボガミ、合コンで出会った YouTuber ゆりちゃんのチャンネルを手伝ううちに二人は良きパートナーになっていくが、もっとさポップで可愛くした方がいいんじゃん。タボガミさんのセンスはちょっと古いのかな。ヒメアノールの吉田圭介監督が描く見返りを求める男と、みんなも仕事頑張ってね、恩をあだで返す女の心温まりづらいラブストーリー。神は見返りを求めずって言うじゃないですか。表現していく二人の怖い演技に注目です。本当気持ち悪い。これ流したら全部晒されるから。続いてはサンドラ・ブロック主演ザ・ロストシティ。新作の宣伝ツアーに駆り出された悩める小説家。I enjoyed your book about the lost city, and you're the one who could help me find its treasure. I respectfully decline. その前に現れた億万長者。Unchain me. That's your seatbelt. チャニング・テイタム、ダニエル・ラドクリフ、ブラッド・ピットなどハリウッドが誇る超豪華キャストが集結。What are you doing here? We're here to save you. I'm certified CPR. I'm certified CrossFit.島からの脱出を試みる2人。伝説の古代都市ロストシティをめぐって繰り広げられる先読み不能なノンストップエンタメ。果たしてロストシティに隠された謎とは何なのか。日本語吹き替え版もハリウッドに負けじと豪華キャストが集結。これは必見です。最後にご紹介するのはベイビーブローカー。이게사진보다좀덜귀여운거아예집자사이로나서그래요왜이렇게하면늠름해보이는데뭐야반드시현행범으로체크할거니까万引き家族の是枝裕和監督がパラサイト半地下の家族のソン・ガンホを主演に迎えた韓国映画。セッティングやげた。セッティングよ。子供を手放す母親とそれを連れ去って売る男たち。赤ちゃんポストをきっかけに出会った彼らの結末とは。小さな命をめぐってそれぞれの正義が揺らぎ始める。先日行われたカンヌ国際映画祭で2冠に輝いた注目作です。クランクインウィークリーピックアップムービーは毎週月曜日に配信。おすすめの映画を毎週紹介していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。